寺、倉正造10月14日から1964年7月7日は日本の陸軍軍人。最終階級は中将岐阜県出身。農業、寺、倉助黒の次男として生まれる。中学祭最高中退、名古屋陸軍地方幼年学校を経て、1910年5月、陸軍主管学校を卒業。同年12月。 陸軍不評少尉に任官し不評第59連隊付となる。1919年11月、陸軍大学校を優等で卒業した。1920年4月、陸軍省軍務局付勤務となり、軍務局会員、陸軍不評学校付ドイツ駐在、不評第37連隊付などを経て、1925年8月、 不評少佐に進級し、不評第8連隊付となる。軍務局下院、県参謀本部員、不評第61連隊付参謀本部員などを歴任し、1933年8月、不評大佐に昇進し、不評学校研究部主事となった。1934年4月、独立不評第1連隊長に就任し、陸軍省副官を経て、 1937年8月、陸軍少将に進級ししも、静陸軍飛行学校付けとなる。1938年3月、第一飛行団長に就任し、ついで陸軍航空士官学校長となり、1939年10月、陸軍中将に進んだ。1941年10月、留守第二師団長に就任し太平洋戦争を迎えた。 1943年6月、第42師団長に親保され、仙台に駐屯。翌年3月、第27軍司令官となり、千島列島の防衛を担当した。1945年2月に参謀本部付けとなり、3月に予備役編入。同年4月に招集を受け、東京主管区司令官に就任。東部軍司令部付け、 東京防衛軍司令官を歴任し、1945年10月に召集解除となった。ありがとうございます。